やあみんな、みんなは学校に怪しい箱があったら開ける？気になるよね。僕たちはそのパンドラの箱を開けてしまったんだ。俺の名前は容量丸尾。名前の通り容量が悪く、何でも忘れたり失敗する男子高校生だ。あれ、メガネどこ行ったのかな。あれあれ、時間ない、遅刻しちゃう。探さなきゃ、どこだろう。彼女の名前は視野狭子。名前の通り視野が狭くて周りが見えない女子高校生だ。結局またお前と廊下に立つ羽目になるとはね。うるさいな。私は今日遅刻する予定はなかったの。そうですか。なんか学校来るのもうめんどくさくない？確かに、なんか学校行くたんびに怒れるし、もうやだな。すべて自分の責任である。よし、お前ら入れ。まあ、いい加減にせよ。は、はい。すいませんでした。先生、これは反省文や。反省文、お前らいつまでたってもな、治らんから。この紙に反省って書け。ちっちゃく、米のような小ささで反省って書け。埋めろ。でも先生、私たち廊下に立って反省してました。あれで反省言うんか、お前全然足りん。この紙でな、全部ちっちゃくも反省って書くまでな、帰らせへんからな。分かったか。一文字でも間違えるなよ。やばすぎ。これ何枚あんの？はぁ、もうやるしかないよ。なんでこんなことしないといけないの？他の担任の先生だったらこんなことさせないよ、普通。だよな、あの先生がおかしいんだよな。はあ、もうやる気なくしちゃった。どうする？帰っちゃう？そんなことしたらまた怒られちゃうよ。そうだよな。なんだあれ。もしも箱？この箱にお願いをして箱を開けると、あなたが欲しいものが出てきます。面白そう。本当に出るかやってみようよ。誰かのいたずらでしょ、こんなの。反省文終わらせてください。あ、それはいいね。おい、まさかこれ本当に出てきたね。まあしっかりやったみたいな。今日は帰っていいで。はい。失礼します。なあ、あれ本当かな。うん、なんか怪しかったけど先生も騙せたし。だとしたらやばくないか、あれ。もう一回さ、試さない？うん。ねえ、やっぱやめようよ。何言ってんだよ。この時間なら先生いないから大丈夫だよ。そうだけど。それにあれがあれば何だってできるんだぞ。そうだね。だろ、うん、あったよし。何をお願いする？じゃあ素敵な彼氏に出会えますように。バカ。何よ、怖えよ、こんなとこから人出てきたら。じゃああんたなら何をお願いするのよ。そうだな、家庭科の林先生来てください。はぁ、絶対巨乳だからでしょ。ほんと男子って最低。あ、
じゃあこうしようぜ。俺らどうせ明日遅刻するからさ。遅刻許してください。いいね。何が出てくるんだろう。これってとしこ先生って結婚してて子供もいるよな。うん、やばくないこれ。そうか。すいません、遅刻しました。お前ら昨日に引き続き今日か。すいません、こんな画像を見つけてしまって。うまっ。おい、これどこで。外で拾いました。みんな今日は先生それ自習や。先生職員室に忘れ物取りに行くから。はい。見た、あの顔。ねえ、めっちゃ焦ってたね。あの段ボール本物だな。俺たちはそれからこの謎の段ボールを使い果たした。なんで呼ばれたかわかるか。わかりません。最近学校来えへんと思ったら、まあ、ゲームセンターで遊んどったらしいの。まあ、近所の方から、まあ、うちの制服や言うてな。まあ、電話あったやんけお前、こらボケ。でも僕たちである証拠ないじゃないですか。おい、偉そうな口聞くなよお前。男女は言うたらな、お前らしかおらんやろ。じゃあ私たちどうすればいいんですか。反省文や。あとな、親呼ぶからの、教室で待っとれ。はい。やるか。うん。あの先生が死にますように。じゃあ開けるね。これって自分たちで殺せってこと。いや無理だよそんなの。でもそういうことだよね。俺たちはその日先生を殺す決心がつかず、親にこっぴどく怒られた。さすがに人が辞めるとか無理だよな。うん、どうする、もう一度お願いする。そうだな。おい、なんだよ。どうや